レジェンドドラマ成田昭彦新規ボリューム3。ボリューム3はいよいよ、アイズレブラザースのファイトザパワーツアーの、前座について話してます。ではお楽しみください。なんかビッグアーティストの前座でツアー行くっていうことも知らなくて、うんうんうん、なんでこんなでかいところでこんな、うん、あれ大掛かりなリハをやるんだと、うん、無限で箱番やってたバンドなんで、自分もまあだから、うんうん、アメリカのそういうクラブの箱番やるんだと思って、うんうんあ、なるほどね、そうかそうか、無限では箱番だし、それがまあたまたま LA に戻って、なんか仕事があるみたいでレコードで出て、でそのメンバーになるぐらいの意識だったんです。そうなんですよね、うん、まあ、うん、アメリカいろいろ点々とそういうどっかディスコ回って、うんうん、箱番ツアー箱番みたいなのやれるのかなと思って、そういうことでただワクワクしてたんですけどなるほど、それが実はどうもビッグアーティストの前座で全米を回るということがだんだん分かってくるんですか。だんだん分かってきて、うんうん、そしたらそれがなんと、ね、うん、最初に、うん、あのまあ、そのスタウドでやったんですけど、うん、ね、その後それは前座として、いや、あのこれはスタウドは、スモークとしてやった、スモークとしてやったんですけど、うんうん、まあでも軽い前座みたいな、うん、その時一番最初にジュニアウォーカーとスターズだったんですよ、うん、それはスモークが前座で、うん、ジュニアウォーカー&オールスターズが、まあ、トリっていう形だと思うんですね。その頃って例えばじゃあジュニアウォーカーがあの後ろっていうかトリやるんだったら、じゃあ写真とか撮ったりはしてないですかね。そういうことで何にもやんないやつなんで、まあ今ね、今だったらスマホがあるからね、何もせずに何もしなかったんですよ。なるほど、でじゃあそれはそれで、じゃあスターウッドではジュニアウォーカーの前座やりました。でどうもツアーに出るらしいと、でそのツアーに出る大物アーティストがアイズレだったんですか。そうですね、一番最初は、うんうん、あのグラハムセントラルステーション、グラムセンターステーションの前座をやったんですか。一番最初に1本だけ。ああ、ね、それ、LA で。いや、それはオークランド、サンフランシスコ、コロンバス、オハイオ。コロンバスは随分遠いですね、はい、飛行機で移動ですか。飛行機で。あ、でもバスじゃないんだ。飛行機だったんですよ、その時は1本だけだったんで、それはなんかオハイオ州立大学の、うんうんうん、行動で。へえ。前座だとやっぱそれとも60分ぐらいやるんですかね。あの全部で12曲ぐらい、うん、あでも12曲でじゃあ30分ぐらい、あもっとやったかもしれないですね。みんなはあれですか、そのスモークの曲の反応はどうなんですかね。あ、まあまあな感じ、まあまあな感じ、まあ一応、うん、観客温めといたぐらいの感じですかね。そうですね、まあ、ブーイングは来ない、ブーイングは来ない、うん、でまあそこそこ拍手は来たよ、うん、一応なんかね、うん、最初のこのアルバムの、うん、シングルがなんかシングルがちょっとヒットしたんですよ、うんうん、ああなるほど、それどの曲ですかシングル。ラッタバッドフィーリングかな、1曲目のかもしれないですね。あ、まあ、いいや、ちょっと調べます、うんうん、じゃあまあそれがそこそこヒットしてたんで、そうですね、そこそこの反応はあったと。最初に出たのが赤丸上昇で40位ぐらいにポンって出たんですよ、ね、あソウルチャートから、うん、はいはいはい、それで、うん、まあそれもあってちょっと、うん、あツアーに出れた、うん、はい、ツアーに出れたって感じで、でそのじゃあグラハムセンターステーション、ラリー・グラハムとかも何ていうんですか、交流はあったんですか。別にそれはもう前座とトリの感じ、まあまあね、前座とバンドっていう感じで、じゃあそれはそれで一本単発で終わり、そうです、で一旦戻ってきて、ね、一旦戻ってきて、で今度そのツアーに出ると、ね、でそれは そのブッキングはどこがやってたんですか。まあ、社長の奥さんがジョイス・ボガードっていう人なんですけど、まあドナ様とか、うんうん、キスとかマネージャーなんですけど、うん、そこがサマーナイツっていう、うん、あのブッキングする会社エージェントみたいなのがあって、うん、あをやってたんだ。そこが
やってたんだと思うんですけど。なるほどなるほど、はい、多分これあのカサブランカの下のチョコレートシティですよ、はい、レーベル的には。そうです。でチョコレートシティにはキャメオがいたと思うんですけども、はい、キャメオとかとは一緒にやったりはしなかったですか。もう全然。あ、全然ないです、はい、これレコーディングキャメオちょっと絡んでんじゃなかったっけ。確か、ですかね、うん、キャメオがプロデュースしたかなんかみたいな感じだったよね。でもじゃあキャメオとはあんまり成瀬さんは特に接点絡んでないですか。多分、うん、あのプロデューサー、うん、このバンドのプロデューサーとしていたのが、うん、あのウェイン・ヘンダーソンだったんです。ああなるほど、アットホームプロダクション、はい、そうだそうだ、あなるほどなるほど。じゃあレコーディングに関しては、うん、ウェイン・ヘンダーソンが、ね、ヘンダーソンさんがやってたんだと思う。ああなるほど。あそれでプレジャーとか、プレジャーも確かウェイン・ヘンダーソン、うんうん、あそのつながりなんだ、なるほど。でそのじゃあ大規模なアイズレイの前座ですか。はい、それを知った時にはどう思われたんですか。びっくりしたなって感じですか。まあちょっとびっくりしたんですけどそういう話ですかね10本20本いや3、40本でやった。じゃあもう本当に全米ツアー。そうですね、上の方を除いて、うん、ワシントン州とか、うん、オレゴンとか、うん、あっちのモンタナがなんだみたいなのを除いて、うん、ほとんど、うん、はあ、じゃあほとんどのアメリカの州に行った感じですかね。来ました、ね、30何本って言ったら、うんうん、そうですね。へえ、それ移動はやっぱり飛行機でした。いや、アイズレイのツアーが始まってからはずっとバス、うんうん、ずっとバス、はい、じゃあ30何本全部バスで回るわけ。そうですね。でアイズレイたちはでも飛行機や。アイズレイは飛行機で、でバンドがバスなんですか。バンドがバスなんですそれかなり差つきますよね。いやもう全然、うん、まあ、うん、アイズレイはもう立場が全然違うんで、うん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 、僕らはコンサートで、うん、会場で会うんですけど、ええ、口も聞けないあ、そっか、じゃあアイズレイは3プラス3、6人だけなんですかね、メンバー的には。いや、ギター、ベース、うん、ドラム、ドラム、キーボード、うん、は、そのアイズレイの3人以外にそれがついてるって感じで、まあ、ギターは兄が入って、はい、でベースも兄弟の、うん、あ兄弟、はい、マービンと、あ、はい、うん、じゃあその連中とはもう口も聞けない感じなんですか。マービンさんとか、うん、いわゆる楽器人の人は割と、うん、僕らと同じような感じなんですけど、うんうんうん、ボーカルの前の3人は、うん、もう全然なんか全然じゃあロナルド、あと誰だ、ロナルド以外の名前がオケーリーとか、はい、あれですかね、じゃあそのボーカルの人たちとはお話できない。向こうもこうなんかこうツンとした感じなんですか。まあうん、っていうか、うん、本当は知らないですけど、うん、そういううん、スタイルとしてそういう態度を取ってないと、うん、っていう。ああなるほどなるほど。だから、うん、大体どのコンサートも、うん、空港から、うん、リムジンで来て、それでリムジンに必ず、うん、モデルみたいな黒人の女の子が2人毛皮のコート着たのを乗ってるんですなるほど。でそれをこう抱えながら会場に入った、うんうん、はい会場、うん、もうそこから演出なんですね。そうですね。あだからもうこっちが何か言って もう振り向いてもくれないみたいな、パンッとあれじゃあ、そのアイズレイでもそのバンドメンバーというかその楽器いじりをする人たちとはまあ割と気軽に喋れなくもないっていう感じですか。割と気軽に、うん、ベースのマービンさんはよく話しかけてくれて、うんうん、ギターのアーニーさんは、うんうんうん、すごいシャイな人で、うん、ああそうなんですか、ねうんうん、あんまり喋んないっていうか、おとなしいんですよ。マーミンさんは気楽な、もうすごい、うん、フレンドリーな感じ。向こうから話しかけてくれて、
あの同じ黒人でもその性格全然違いますよね。全然違いますね。黒人がみんなあの陽気で、あのなんですかね、あの能天気だってことは絶対ないですよ、ね。ないですよ、ね。すごいシャイで無口な人もいるし。うん、へえ。でもじゃあ例えばじゃあアイズレーは砦で出るとでブラックスモークあもしくはまだその時はスモークでした。もうブラックスモークになってたんですかね。ツアー出る頃はブラックスモークになってました。あブラックスモークになってた。はい、でじゃあブラックスモークでそのあのアイズレーがライブやってる時とか見たりするんですか。はい、袖かなんかで。いつも、うん、あの舞台のあの袖だったり、うん、客席に行けたりするんです。うんうん、ああ。じゃあやっぱりその頃のアイズレのライブは結構すごかったですか。もうあれですね、あの、うん、ものすごいざっくりしてるんですよね。ものすごいざっくりしてる。ざっくりしてるんですよ、うんうん、っていうのはまあなんていうか、うん、あの緩いってことですか。緩いっていうか、うん、なんかよく言うと、うん、なんか大きいっていうか大きい、うんうん、もうベースとか、うん、もうこうやって持って、うん、全部こうベッベッベッって全部こんな感じで、ベースで、うん、なんか、うん、だからあんまり細かいことはやらない、気にしないですよ、うん、ほう、それで、うん、ギターが、うん、リードギターが爆音で、あのアーニー、アーニー、うんうんうん、アーニーはだってジミヘン大憧れでしょ。そうですね、うん、でジミヘンは爆音、うん、キングオブ爆音ですよね、うん、もう会場が全部ギターの音になってる、じゃあうるさいんだ。うるさいっていうか、まあでも、うん、いい感じなんで、あ、うん、じゃあいいんだ。もうあれですよね、うん、あのもうサマーブリーズとか、うん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 、もうすごいことになるんですよ。ねねねねねね、あれの音が全部、うん、会場中全部あの音だけになっちゃう、うん、あ、じゃあ他の楽器聞こえなくなるぐらいになっちゃう、もうぐらいへいきなり、うん、それで、うん、あのなんていうんですか、ミラーボールがグリーンって回り始めると、うん、ギターがグリーンって出てきちゃって、へ、あのアーニーはアコースティックギターも弾いてました、その時は。いや、もうエレキだけ。エレキだけですか。だけです。レコードではアコースティックギターも入ってましたよね。入ってますね。うん、あでもじゃあオンステージではもうエレキのみ、しかも爆音のみみたいな。爆音のみで。じゃあああいう人たちはその例えばアイズレブラザーズはその楽器のバランスとかあんまり考えないんですかね。それとも会場によるんですかね。いやあんまり。そうですね、あの当時のあれはファイト・ザ・パワーファイト・ザ・パワーツアーっていう、はい、あちょうどファイト・ザ・パワーツアーっていうタイトルのツアーだったんですけど、うん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 、一番いい時だ。ドラマーは、うんうん、あの身長2メートルぐらいある人で、へえ、それはアイゼルのメンバーメンバーなんですけど、うんうんうん、なんか話を聞いたら、うん、週給400ドルで、うん、あの、うん、雇われてる、雇われてて、うんうん、でとりあえず他の仕事は一切しないで、うんうん、それ専用、それだけで、うん、あの何もしない時もずっと400ドルっていう、うんうん、あで、うん、なんか細かいこと一切やらなくて、うんうん、もうなんか全曲ほとんどダッタダとか振っただけなんですよ。あ、なるほど。まあ、リズムマシンでもできちゃいそうな感じですかね。そうですね。フィルもないぐらい。フィル、ああ、なるほど。あ、そうか。ちょっとじゃあ、アイズレーのライブ版を聞くと、じゃあその人の音が入ってるんですかね。それはその時だけの人かな。その時だけだと思うんですよね。あ、でも、週休400は76年だったらめちゃいいですね。いいんじゃないですかね。だって月1600ドルですよね。ってことは、多分一度300円ぐらいでしたよね。そうです、300円ってことは50万以上になるみたいなね。ああ、そうですね、うんうん、その48万ってか、うんうん、僕らは週休200だったんですよ、うん、ああ、でもそれも結構いいんじゃないですか。まあいいかです、うん、向こうで生活する分にはそうですね、うん、ツアーに出ると250になるんですよ、ね、うん、レジェンドドラマ成田明彦氏に聞く、ボリューム3いかがだったでしょうか。ではまた。